さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじのお時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり、フリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなので、ぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。番組の最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひ最後までお聞きください。ということで、本日4月11日、ただいまの時刻は15時50分でございます。ながらでラジオが始まってから初めて、今は地元のね、山形県鶴岡市の方からお送りしております。あら、こんな最近なんかラジオみたいな喋り方ができるようになってきた気がするけどお送りしております。昨日ですね、違うな、土曜日のもう早朝に、もう3時半に起きて、化粧して髪巻き巻きして、7時出発の飛行機なんで、6時に空港に行って、でそのまま渋谷の、東京のね、渋谷の方で、撮影がありまして、撮影を1日して、で、夕方、友達とご飯食べて、泊まって、次の日、日曜日、昨日ですね、お昼に帰ってきた、なんていう感じなんですけど、ちょっとした、まあ、事件じゃないか、別にその東京に行った時にね、品川、まあ、撮影場所が、仕事場所が渋谷で、で、次の日、もう昼の飛行機に乗るから、もう空港から近いところ、渋谷からあまりめんどくさくないところっていうと、もう品川しかなかったので、品川にホテル取ったんです。で、ホテルをね、こう予約探してるときに、私がいつも、錦糸町で使う、ホテルが、錦糸町だったらここっていうところのホテルがあるんですけど、そこと同じ系列のホテルが品川にもあって、まあ同じ、なんていうんですか、系列のところだから入れるかな。車椅子も別にバリアフリールームじゃなくても大丈夫かなっていうので予約して、でも一応そのトイレとかお風呂のね、写真も見たんですけど、なんか私の今までの経験上、こう、扉、ホテル、トイレ、バスルームの扉を開けます。で、真正面に便器があるユニットバスのタイプっていうのは、あんまり段差がないイメージだったんです。こう、扉を開けて、横にトイレ、便器があるのは結構段差があるなっていう私の感覚、結構本当にその確率が高かったん で写真もそういう感じだったから、あ、段差なさそうだなって思って、そのホテルを予約しました。で、いざ、渋谷から品川にね、ホテルチェックインするときに、道どうやって行くんだっけかなみたいな、駅からまあ徒歩7分くらいって書いてあったから、どういう風に行くんかな、あ、駅からまっすぐだなって思ったんですけど、その道の名前がなんだっけな、なんだかなんだか坂って書いてあって、え、坂みたいな、道に坂っていう名前がついてたら、もう そこは絶対坂じゃないですかだからストリートビューね、Google のストリートビューで確認したの。どれくらいの坂なんだろうって。でも Google ストリートビューで見る限りは、まあ、ずーっと、まあ、なだらかな坂道合ってるかな、なんか、そんなに勾配がきつそうじゃないのが結構ずーっと続いてるような感じがしたので、まあ、大丈夫かなって思って、いざ、駅、品川駅に着いて、空港に向かおう、空港じゃない、ホテルに向かうと、こう、エサホイサと、重たいリュックを後ろにね、背負いながら行ったわけですよ。そしたら、結構な坂で、しかも結構長くて、初めは頑張れた。初めは頑張れたんだけど、まあ、登っていけば登っていくほど、勾配がきつくなってて、もうマジで、ちょっと真ん中にやっぱ寄ってるから、もう、本当にしんどくて、もう、腕
で、その日暑かったしさ、マジでつらーつらーって思いながら漕いでたんです。で、結構まあ人通りが多かったんだけど、やっぱこう、後ろから来る人に対してすいません、押してくださいっていうタイミングがないわけよ。だって、すれ違う人はさ、坂を下っていって逆方向に行くわけだから、そういう人にはお願いしづらくて、こう、後ろから来る人がいつ来るかもわからないし、どんな人が来るかもわからない中ですごくお願いしづらかったの。で、結構頑張って漕いで、る中で、一人、おばあさんでもないけど、まあ難しいね。おばあさんでもないし、おばあさんでもないみたいな感覚の方が声をかけてくださって、後ろから押しますかって言ってくださったんです。で、あ、もうお願いしますって感じでこう、押していただいたんですけど、まあ押していただいたっていうか、私も漕ぎながら。で、そのお母様からもこう、押してもらいながら。もうお母様もすごいさ、後ろでさ、押しながら、はあ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 言うくらい、もう一人でも、押さなくても、やっぱその年齢だと、ちょっと登るの大変だなっていうくらいのやっぱ坂だったんですよ。で、本当に最後まで、すいません、すいません、みたいな、ありがとうございます、みたいな感じの会話をしながら、いや、でも本当に大変ですよね、みたいな、そういう会話をね、繰り広げながら、ホテルまで送ってもらいました。で、いざチェックインをして、ホテルの中に、部屋の中に入ったら、あ、狭いって思ったんですよ。結構ちょっと写真の感じより狭いし、お風呂との、その部屋とお風呂のところにも段差があって。で、思ったより、その錦糸町でいつも使ってるホテルより古かったんですよね、その品川の方のホテルは。なので、ああ、これは今日は風呂入れないなっていう感じで、もう諦めました。で、まあそのご飯食べにまた坂を下るわけですよ。ご飯食べに行って、また友達と合流して、もう最後また友達から、ホテルまで押してもらって、まあその日はね、まあ、トイレはもうバッグをずっとつなげてたので、一日、もうバッグ、ホテルに帰る前におしっこ捨てて、で、いろいろうんちもして、寝て、で、顔は、お尻拭きとかね、そのウェッティで顔をまず拭けるとこだけ拭いて、寝て、まあ、次の日はまあそのまますぐ帰ったっていう感じのお話でございました。なかなかさ、このホテル選びも大切なんだけど、やっぱりホテルに行くまでの道中っていうのも結構大事だよなって改めて思いましたっていうお話でした。はい。で、今回のね、お題として、皆さんからいただいたお題としては、お団子食べますかっていうお話をしましたね。で、浩二さんは、団子食べますよ、だって。おはぎ？つぶあん？あ、おはぎ、あ、おはぎ、つぶあん、大福餅、つぶあん、みたらし団子だって。つぶあん派なんだ。いやー、私、こしあん派なんだよな。なんか、別に食べれないわけじゃないけどさ、つぶあん、皆さんどっち派？つぶあん派？こしあん派？なんか、おいはさ、そのつぶあんも食べれるんだけど、その皮あるじゃん。その、豆の皮が歯に挟まるんだよね、奥歯とか。で、ふとした瞬間にさ、食べ終わって、なんかその数時間後に、なんかずっと引っかかってんなって言って、この粒あんのさ、その豆の皮が出てきたりするじゃん。あれがね、あんまり好きじゃないんだよね、だから。だから、こしあん派です。おはぎもあんまり食べる機会ないし、大福もあんまり食べる機会ないしね。みたらし団子も、まあ自分で選ぶことはないなって思う。肉軍大佐さんも、やっぱみたらし団子とか、こしあんの団子なんだ。麗華さんも団子好き。お、意外と団子好き多いね。洋菓子よりも和菓子派。みたらし団子。お、みたらし団子って結構人気なんだね。あん団子？
ローソンで売っている和菓子の詰め合わせの袋が最近は手軽に手に入るので好きでよく買っています。そんなのあるんだね。あとは近所にいちご大福屋さんがあるんだって。そう、いちご大福ね。やっぱ福岡はさ、いちごがね、有名っていうこともあって、結構いちご大福、いろんな、まあ、イオンにある和菓子屋さんとかでも売ってるんだけど、私あんまり食べたことがないっていうか、ほぼ食べた記憶がない。フルーツ大福とかも流行ってるじゃないですか、ずっと前から。でもなんか、なんて言うんだろう、あんことフルーツを一緒にするっていうのが私どうも抵抗があって、もうただの食わず嫌いっていうのもあるかもしれないんだけど、ちょっと抵抗があってなかなか食べれてないんですよ。だからケーキも、まあ、ショートケーキ、いちごのショートケーキはまあ食べれるけど、フルーツタルトとかはもう好んでは食べないし、いちごのショートケーキの中に、真ん中にいちご以外のフルーツが入ってたりすることも多いじゃないですか。それもあんまり私好きじゃなくて、なんかフルーツはフルーツで食べたい。その他の子たちとじゃなくて、フルーツだけで食べた方が絶対美味しいよっていう考えから、なんかあんまりこう食べないんですよね。中島孝則さんでいいのかな？は、ずんだ。串に刺さってるとか刺さってないとかあるけど、ずんだが結構好きです。だって。まあ、ずんだはね、宮城が一番、まあ、有名ですよね。枝豆の地域なんです。私の地域もすごい有名な枝豆、だだちゃ豆っていうのがあるんですけど、でも、豆は豆で食うから、あんまり私はずんだをね、食べることがないんだよね。なんか、見ないな。なんか豆甘くすんの？なんか全部文句みたいになってるけど、豆甘くするんかとか思っちゃったりして、食わず嫌い。ただ、ずんだシェイクとかすごい流行ってるんですよね。流行ったとか流行ってるとかいう。でも飲んでみたいなっていうのもある。なんか、マツコさんがね、マツコ・デラックスさんがずんだシェイクめちゃくちゃうまいっていうのから、まあ流行ってたんだけど、より流行ったっていうのがね、あるんですよ。岩見の国ウィルチェアさんは、大人になってからめっぽうお団子は食べなくなった。逆に子供の頃の方が食べてた。家でよく団子を作って食べました。家の近くに笹があるので、笹団子やきなこ団子なども食べていたんだって。岩見の国さんはさ、一応島根県なんだけど、島根県にも笹団子ってあるんかな？笹団子って言うと私はもう新潟のイメージしかないんだよね。めちゃくちゃ好きで、笹団子が。で、それこそ、その飛行機がまだ値段が高くてあまり乗れなかった時は、ずっと新幹線っていうか電車で東京に行ってたんだけど、鶴岡ってね、新幹線が通ってないんですよ。だから、特急で2時間かけて新潟まで行って、で、新潟からまた2時間かけて東京に行くっていうルートが基本、なんか、鶴岡から東京に行くルートだったんですね。で、新幹線とかは新潟駅で笹団子が買えるわけですよ。だから東京土産っていうより私はもう笹団子が食い通って食い通って、すごく楽しみに食べてたんだけど、昔は笹団子ってやっぱり粒あんだったの、中が。粒あんしかなくて、まあ、それでも笹団子の美味しさの方が勝つから、粒あんでも仕方ないかって思って食べてたんだけど、まあその電車を使わなくなって、飛行機がね、こう大人になって主となってからは、あんまりその笹団子と向き合う機会はなかったんだけど、いつなんか新潟に行った時に、あ、笹団子食べたいなって思ってみたら、こしあんがいつの間にか出てたんですよ。こしあんが。もう最高じゃんって思って。笹団子のこしあんほど最高なものはないって思いましたが、まあそれ全然食べてないんですけどね。でも好きです。きなこ、ね、きなこ団子ってあんまり食べないな。ほら、
信玄餅とかさ、あと福岡には信玄餅みたいな筑紫餅っていうのがあるんだけど、きな粉で食べるとしたらなんかそっちの方が多いな。信玄餅か、わらび餅かが、まあ、きな粉だから、団子にきな粉ってあんまり食わないね。うん。漬物さんは、お団子は時々無性に食べたくなります。まあ、やっぱよもぎの入ってる団子や、ああ、かしわ餅も美味しいよね。食べたいけど、あんこが粒あんのものばかり。粒あんを食べると小豆の皮で胃が痛くなってしまうので食べれません。お、なのでお団子はこしあんみたらし。え、ごまだれ？ああ。のどれかをその時で選びます。だって。そうだね。かしわ餅。あとさ、桜餅？昨日っていうかその、テレビ番組でね、その桜餅の話題がちょっと出てた瞬間があったんですけど、東日本と西日本で桜餅の形が違うって知らなくて。東日本は、いや、ピンクの、その食紅で色をつけた、クレープ状みたいな皮を作って、そこにあんこをこう乗せて、まあ、パタンって折りたたんでね、巻いて、で、そこに桜の葉を巻くと。で、西日本は、なんか本当に、なんだろう、おはぎみたいな、見た目の桜餅、ピンクになってるやつなんだって。あ、そうなんだって思って。桜餅もあんまり食べる機会は春くらいしかないから、そんなにね意識したことなかったけど、でも私はどっちもなんか見慣れてるなっていう感覚ありました。皆さんの地域はどうですか？桜餅どういう形なんだろうね。面白い。なおさんは福岡で〇〇団子って聞いたことがありません。だって福岡は梅がえ餅、これは知らない。まあ筑紫餅が好きです。奈緒さんの地元は鹿児島です。鹿児島では特殊な悪巻きとジャンボ餅、竹の悪を集めて作ったもののです。悪巻き、え、もしかしてそれさ、こっちで言う笹巻きかな。悪巻き、鹿児島、あー、ちょっと違うな、ちょっと違うけど似てる。似てるってか、多分作り方一緒だな。悪巻きとはもち米を灰汁で炊くことで独特の風味と食感を持つんだって。笹巻きっていうのがあるんですよ。笹巻き、あ、笹巻きもこれ鶴岡の食べ物なの？笹巻きはやっぱり鶴岡の食べ物なんだ。笹にもち米を入れて、まあ、そのままなんていうの、アクとかじゃなく、そのままシンプルに小豆と一緒に巻いてるやつもあれば、その灰汁で煮て黄色くするんですけど、お米を、それをきな粉、砂糖ときな粉を混ぜたものをかけて食べたりするっていうのがあるんですけど、時期的にはでも今かな、春に食べることが多いですね。笹巻きも私はめちゃくちゃ好きなんだよね。だからその鹿児島のね、それと似てる、ただちょっと色味が違う悪巻き。へー、なるほど。九州では団子というよりも餅という方が多いんじゃないかなって奈緒さんが言ってる。そうなんだ。インド人のね、スティリティマンさんはね、団子をまだ食べたことがないんだって。でもアニメやインターネットなどたくさん見たことがあります。あまり甘いものが好きではないので、団子は一番食べたいのはみたらし団子だ。そうだね。確かに海外でもお餅ってないか。ないか。ね、ぜひみたらし団子食べてみてください。あんまり団子の中では確かに甘くはないかもしれない。まあ、ずんだも多分もしかしたらそんなあんことかよりはね、甘くないんじゃないかなって。あ、あと黒ごまね、皆さんが。ふもさんも黒ごまが好きなんだって。やっぱり、
ふもさんも団子はあまり福岡では見かけない。なんならリンゴも見かけないですかって言ってる。リンゴか。まあ、確かに、まあ、リンゴって多分九州の方ですね。栽培してるのは少ないんじゃないですか。やっぱ東北というか寒い地方でリンゴで、九州にいるとやっぱリンゴっていうよりは、あの柑橘類がすごいイオンに並んでるなって思いました。きなこもちさんは団子って思いつくと団子三兄弟だって。懐かしいね。私も団子三兄弟の一応世代よ世代世代、小さい頃ね。で、今そう、ふもさんがね、あ、ふもさん、ごめんごめん、きなこもちさん。てか、名前きなこもちだね。きなこもちさん。きなこもちさんがね、オフィシャル LINE の方に見ましたよ。ありがとうございます。画像送っていただいて。私も SNS とかですごい見たんですけど、今、福岡に春限定、その花見限定で1メートルの串団子が売ってたの。なんかもうほんとインスタ映えみたいな感じで、筒からズゴってなんか剣を抜くみたいに串を抜くといろんな種類の団子がいっぱい刺さってるんだけど、まあ、本当にあれはねインスタ映え写真映えでしかない。もうお腹いっぱいであんなん絶対食いきれないしさ、その1メートルの串はどこに捨てるんだっていう感じに思った。まあ、食べてみたいけどね。でもそういうカラフル団子というかいろんな味のお団子屋さん、おしゃれなお団子屋さんっていうのも地元のね、方には結構たくさんあります。そう思うとやっぱり団子屋さんって意外とあるなって思いました。いや、いいですね。今日この4月11日にね、私の鶴岡市の方も開花宣言が今になったんです。今。例年よりは10日くらい遅くて、去年よりは2日早いんだっけかな。まあなんかそういう感じで、やっと開花宣言がなって、もう本当にここ数日暖かいけど、また明後日くらいからちょっと雨予報があるので、その後にまたぐんと咲くんじゃないかな。だから次の土日、まあ真ん中くらいに咲くんじゃないかなと思いますが、まあ私がまた、福岡に行くまでには、ちょっと咲いてお花見を楽しめたらいいなと思いました。はい。まあ、こんな感じでね、喋ってたらすごいお団子が食べ、いろんなお団子をね、食べたいなと思います。いいですね。私はまあ洋菓子も食べるけど、やっぱり和菓子の方が、なんか落ち着くなーって。和菓子、お団子あんこと、煎茶、日本茶飲むのが、まあ、私コーヒー飲まないからさ、めちゃくちゃ落ち着くんです。はい。という感じでね、こんな感じで今日は団子のお話をしました。次が、収録が4月の14日、木曜日になるんですが、ちょっとね、その日講演会がありまして、まあ、そんなにギリギリにはならないと思うんですけど、もしかしたら、外の方で、今ここで喋ってるんですっていう感じでね、ボイスメモを使いながらちょっと収録できたらいいかなと思ってます。来週のテーマ何し、来週と次回のテーマ何にしようかな。なんかね、こういうテーマを考えるのもね、大変なんですよ。皆さんがコメントしやすいようなやつをね、できたらなぁなんて。あ、じゃあ歌、この前はさ、好きな映画とかを聞いたけど、好きな歌手、好きな歌、曲でもいいです。なんかそれを募集したいなぁと思います。皆さんの好きなアーティストさん。まあそのコロナもちょっと明けてね、アーティストさんの活動とかも、ライブとかも増えてきたと思うんですけど、好きなアーティストさん、この人のライブに行きたいとか、まあアーティストじゃないけどこの人のこの曲が好きなんだとかあれば教えていただけたらなと思います。はい、ということで次回のテーマは好きなアーティスト曲で お願いコメントをねたくさんいただけたらなというふうに思います。はい、ということで本日のながらじはここまで。ではまた。
バイバイ。はい、ということで本日のながらじはここまで。ではまた。バイバーイ。